前回、鬼太郎は貨車と毛量を相手に戦おうとした。しかし、貨車の方をから倒そうとした結果、やられてしまってはないのになぜかゲームオーバーになってしまったので、今回は毛量を倒さなければを先に選ぶことにした。まずは毛量を倒さなければ。僕は毛量の操る死体の方へ体の向きを変えると戦う体勢を整えた。死体が飛びかかってくる。鬼太郎、やつが来るぞ。はい。その場に緊張が走った。だがその死体は僕の横を通り過ぎて貨車の前に立った。僕たちの目の前で貨車と死体とが対峙する。もう少しでわしがこいつらを殺すところだったのだ。違う。えい、もう少しでわしがこいつらを殺すところだったのだ。邪魔をするな、貨車。死体が吠えるように言った。うるせえぞ、毛量。貴様の方こそ邪魔だ。さっさとどこかへ失せやがれ。そうすればお前だけは見逃してやってもいいぜ。なんだと、言わせに動きは図に乗りよって。まあよい、お前とはいずれ決着をつけなければと思っておったのだ。ここで蹴りをつけてやる。望むところだ。死体に乗り移るしか能がないくせに出しゃばりやがって。死ねえ。死んでるっつーの。貨車はそう叫ぶと死体に向かって餅を投げつけた。なんで貨車なのに餅で攻撃するんだろうね。死体はそれをさっとかわすと貨車に襲いかかる。たちまち二人はもつれ合った形となり、あたりの墓石を倒しながらの戦いとなる。すると遠くの方に何かがぼんやりと見え始めた。それは次第に形となっていく墓場の出口だ。鬼太郎、結界が破れたぞ。今のうちに逃げるんじゃ。はい、父さん。僕は墓場の出口に向かって駆け出した。貨車と毛量は争い合ってるせいで逃げ出した僕たちに気づかない。お、いいね。貨車と毛量がどんどん遠ざかってゆき、とうとう吹雪にまみれて見えなくなってしまった。このゲームね、オートセーブ、この塗り壁が出るとこうやって押すともうオートセーブになっちゃうんで、そのどこの選択肢からやり直すとかもできないで、かつメッセージスキップっていう機能が存在しないんで、またここまでね、最初からやって1時間ぐらい今かけてきました。頑張りました。僕らは墓場から脱出することができた。あ、危ないところでしたね。無事に逃げ出せたことが奇跡じゃ。僕らは疲れ切っていた。するとそこへ皮肉っぽい笑い声が聞こえた。誰だ。僕はそう叫ぶと声のする方に意識を集中させた。ぬひひひ、無事でございましたか、鬼太郎さん。見ると和尚がそこにいた。なぜこんなところに。そんな僕の疑問をよそに、和尚は僕たちに近寄ってくるとさらりとこう言ってきた。仏間が荒らされたようだったので、慌てて鬼太郎さんたちを探しに参ったのですよ。僕は和尚に対する疑問があることに気づかれないように、話を始めた。この騒動の原因が分かりました。やはり妖怪が絡んでいました。じゃが、窮地に追い込まれてしまっての、恥ずかしながら命からがら逃げ出してきたんじゃよ。まさか毛量と貨車、二人の妖怪がいたとは思ってもみんかったわい。すると妖怪たちがこの村で争いを始めているのですか。それは大変なことになりましたな。和尚は別段焦りも恐怖もない様子だ。そんな和尚を見て、一言ではないんじゃぞ、分かっておるのか。父さんが少し怒ったが、はいはい、十分分かっておりますとも。うひひひひ。何がおかしいんだ。人をバカにしたようなその態度に僕も父さんも呆れ返ってしまった。なおも和尚は喋り続ける。
さあ、やれやれ、墓場がめちゃくちゃになってしまいました。あなたたちに頼めば何とかしていただけると思ったのですが、これではね。言い返す言葉もない。和尚は嫌味を言うと倒れた墓石の方を見てため息をついた。すみません、妖怪を倒せなかったのは僕たちのせいです。仕方なく僕は謝った。何を言っても言い訳になってしまう。じゃが相手の正体が分かった以上、手の内を割るぞ。わしも鬼太郎もこれで引き下がるわけではない。父さんが僕をかばってくれる。本当にそうなのでございますか。せっかく貴重なお札まで差し上げたのに。疑り深い目で僕たちを見ながら和尚はそうつぶやいた。和尚嫌なやつ。あの魔除けの札は御妖怪には効果がなかったんです。僕がそう言うと和尚は血相を変えた。失礼な、あなたが札をくれと言うから渡したんですよ。先ほども言いましたように、あれは貴重なものなのです。それをこともあろうに役に立たないなんて。何も僕はそんなつもりじゃ。もう結構です、あなたたちにはお任せいたしません。どうやら僕は和尚を怒らせてしまったようだ。まあいいでしょう、こういうこともあろうかと思って、実は他にも信頼できる方にお願いしていたんです。僕の他に？一体誰に依頼したんだろう。すると和尚の後ろから見覚えのあるやつが顔を出してきた。予想します、ネズミ男。やっぱり。へへへ、鬼太郎、何か困ってるみてえだな。ネズミ男。なんと和尚の後ろから現れたのはネズミ男だった。相変わらず小汚いボロをまとっているネズミ男は、この吹雪が吹き荒れる中においても強烈な悪臭を漂わせていた。寒いのにね、臭いってすごいね。寒いと鼻が効かなくなりそうだけど。ネズミ男、なんでこんなところに。どうやってこの山津の吹雪の中ここまで。このネズミ男様を舐めてもらっちゃ困るな。この半妖怪の王様だからこそあの吹雪を突っ切ってこれたんだよ、鬼太郎くん。まあちょびっとばかし寒かったけどよ。お前のことじゃからまた何か悪だくみを考えておるな。するとネズミ男は突然怒り出し、ちっけえな、役に立たないお前らに代わってこのビビビのネズミ男、ビビビのネズミ男様が事件を解決してやろうと思ってるんじゃねえか。そしてヘラヘラとした表情になり、懐からそろばんを取り出すと、早速でございますがね、妖怪退治の料金といたしましては、と和尚の方に振り向き商談を始めた。ネズミ男、こんな時によさないか。僕がネズミ男を制すると、何言ってやがんだ、今時ただで妖怪退治なんかやってられるかってんだ。和尚がこの俺様に任せると言っているんだ。関係のないおめえたちなんか帰っちまいな、帰っちまいな。そうでございますとも。割って入ってきたのは和尚だった。私はこのビビビのネズミ男さんにこの事件をお任せすることにしたんです。あなたたちにはお引き取り願います。その通り、役立たずのお前らに用はねえんだよ。さあさあさっさと帰った帰った。なんてやつなんだ、こんな時にも金儲けのことしか考えてないなんて。和尚も和尚だ、なぜこんなやつに。僕はね、そんなネズミ男を無視して、わかりました、とりあえずは一旦ゲゲゲの森に帰って改めて出直してきます。和尚に今後のことを話すが、和尚は僕の話をあまり聞いていないようだった。これバッドエンドじゃねえか、もしかして。あら、鬼太郎さん、もう来なくてよろしくてよ。ネズミ男が囃し立てる。こりゃネズミ男、いい加減にせんか。父さんが怒る。いいんですよ父さん。鬼太郎、そう言うとうすら笑いを浮かべている和尚たちに背を向け、その場を去った。頼む、終わんないで。あ、終わんなかった。なんともやりきれなかった。
惨めだ。貨車、毛量に対して無力だった自分が。僕はもう、あ、でも何も考えられない。来たろう、まあそう落ち込むな。あの状況では仕方なかったんじゃよ。なーに、ケケケの森に帰ってみんなに相談すれば、奴らと戦うための何かいい方法が見つかるじゃろうて。父さんは僕を励ましてくれている。今ここでお前がくじけてしまったら村人たちはどうなるんじゃ。ユキさんやマタキチさんはどうなるんじゃ。キタロウ、元気を出さんか。あ、でもこれ、いや、頑張ろう、キタロウ。そうですね、落ち込んでなんかいられませんよね。無念を残して死んでいった健三さんのためにも、そしてウバステ村で暮らしている人たちのためにも、僕が頑張らなきゃいけないんだ。その息じゃぞ、キタロウ。吹き荒れる吹雪の中、僕の消えかかっていた闘志が再び燃え上がった。ああ、よかった、なんとか復帰してくれるっぽいぞ。貨車や毛量への憤りなどを考えているうちに、僕は又吉さんの家まで来ていた。気がつくと辺りは朝になっていた。吹雪もいつの間にかしんしんと降る雪に変わっている。家の中からは又吉さんとユキさんの話し声が聞こえてくる。どうやら朝食を食べているようだ。二人とも無事のようですね。そのようじゃのう。来たろう、また吉とユキさんに会っていくか。どうしよう。ええ、会っていこうか。そうですね、会っていきましょうか。僕はまた吉さんの家の前に来ると声をかけた。又吉さん、鬼太郎です。少し間を置いて戸が開く。ああ、鬼太郎君、無事だったか。敵は、賢三の敵はどうなった。僕は少しためらったが、又吉さんに事情を説明した。賢三さんは貨車に殺されたということ、この村には他に毛量という妖怪がいるということ、その妖怪たちを止められなかったこと、魔除けの札に効果がないということ、しばらく又吉さんは僕の話に聞き入っていた。そして、そうか、そうじゃったのか。しかしわしは、いや、わしとユキはあんたらのことを信じとるよ。必ず賢三の仇を取ってくれる。そしてこの村に平和を取り戻してくれるとな。すると奥の方にいたユキさんがこっちへ来た。又吉さんの前に出て話しかけてくる。私も鬼太郎さんを信じています。死んだおじいちゃんはもう帰ってこないけど、この村の人たちがおじいちゃんと同じ目に遭うのだけは、それだけは絶対に食い止めてください。お願いします。体の弱い女の子とは思えないほど気丈なしっかりとした声でユキさんはそう言った。大丈夫、僕は諦めていないよ。一度ゲゲゲの森に帰って作戦を立て直して、またこの村に戻ってくるよ。本当に？ああ、本当だよ。約束する。手で3年ぐらい経っちゃったりしてね。よかった。ユキさんは笑顔で又吉さんの方を振り返る。負けられない。僕は決意を新たにした。この人たちを守らなくては。僕は又吉さんに改めて魔除けの札が無意味だということを伝えた。どんだけ伝えたいんだ。なーに、心配ない。わしにはこいつがある。又吉さんは老中を見せ僕に微笑んだ。そうすることで僕に気を使ってくれたんだろう。妖怪相手じゃ多分勝ち目はないということは分かっていたけど、他の村人たちのことを踏まえて考えると、今の僕にはどうすることもできなかった。必ず戻ってきます。それまでどうかお二人ともご無事で。そう言って僕はウバステ村を後にした。その後、僕たちはゲゲゲの森へ向かう上空にいた。ウバステ村は遠く離れ、もう見えなくなっていた。ウバステ村にカラスたちを呼び寄せた時は、
正直言ってこの村から出られるかどうかが心配だったが、妖怪の僕たちは村へ来た時と同じく問題はなかった。髪の毛の中に潜っていた父さんがひょっこりと顔を出すとつぶやいた。それにしてもあの和尚の態度、何か怪しいの。確かに怪しい感じがする。自分たちの村で起こっている事件なのに、まるで他人事のような態度だった。最初に出会った時とは別人のようでしたね。あの和尚を何か隠しておるのではないかの。村人の評判から考えると、人間なのに貨車や毛量以上のひどい人にも思えますしね。ふーん、どうもこの事件、何か裏がありそうじゃの。多くの疑問が渦巻く中、僕たちを乗せたカラスはゲゲゲの森を目指した。僕たちは相変わらず雪景色のゲゲゲの森の家に戻ると、仲間たちを集めることにした。雪はまるで止みそうにない。これでは上瀬村と何ら変わらんの。そうですね、早く止んでくれるといいんですが、原因も分からず降り続く雪は上瀬村で敗北したばかりの僕にはとても寒く感じられた。おい、来たろう、目玉の親父殿、帰ってきとるか。砂掛けババアの声だ。あ、みんなが来たみたいですね。そのようじゃの。これいっぱいキャラクター出てくるんじゃない、ほら。砂掛けババア、粉木じじい、猫娘、塗り壁、そして一旦もめんが来たようだ。塗り壁入れないじゃん。みんなもゲゲゲの森に降る雪に疑問を抱いているようだ。そわそわして落ち着きがない。いやー、外は寒いわね。私寒さに弱いのよね。こんな時は人間たちみたいにこたつに入ってみかんでも食べるって出るのが一番よね。猫娘は仲間の中でも一番の寒がりのようだ。みんなが家の中に集まると塗り壁いないよ。早速会議を始めることにした。塗り壁は、あの黒いやつ塗り壁か。体が大きいので仕方なく入り口のところに立っている。僕はみんなに上捨て村での出来事を話した。粉木じじって目玉の餌みたいな声じゃなかったっけ。まず口を開いたのは砂掛けババアだった。つまりは毛量と貨車とが一つの村で死体を取り合って争っているんじゃな。そして顔をこわばらせていった。上捨て村から死体がなくなるのも時間の問題じゃな。それに続けて粉木じじが言った。うん、それだけじゃすまんかもしれんいや、目玉の親父との差別化を図った結果がこれだよ。死体がなくなれば奴らは生きておれんのだ。そうなると奴らは死体欲しさに人間たちを殺し始めるかもしれんぞ。それがもう始まってるんだよ、粉木じじい。なんじゃと。それは大変なことじゃ。僕の言葉に粉木じじいは目を見開いて驚いた。だったら一刻も早く行かなきゃ。猫娘が叫ぶ。まあ慌てるでない。父さんが場を制する。やつらを迎え撃つ策を練らんと、このまま戦ってもみんな返り討ちにあってしまうぞ。それはそうだけど、じゃあ何かいい方法あるの、目玉の親父。猫娘が食い下がる。死体騒動を起こしている根本、本体の死体を燃やしてしまうこと、つまり死体を火葬にしてしまうことが先決じゃとわしは思うんじゃが、みんなの考えを聞かせてくれんかの。砂掛けばば、粉木じじいがうなりながら目を閉じてしまった。他のみんなも考え込んでいるようだ。それでいいんじゃない。火葬にしてあげれば死んでいった人間たちだって成仏するんじゃないかしら。飛ばしちゃった。なるほど、そんな状況じゃ少々の火種では不安でごわすの。一旦もめんは腕組みしながら考え込んでしまったと、砂掛けババアがパッと目を開けると笑顔になる。いい考えが浮かんだようだ。そうじゃ、鶴べびを連れていけばいいのじゃ。おお、なるほど、それは名案じゃ。
あやつの炎ならば吹雪いておろうがお構いなしのはずじゃ。あ、粉きじじいだった。ポンと叩いて納得する。砂掛けの大ババア、それはなかなかいい考えじゃ。特に毛量は火に弱い。やつは乗り移っている。死体を焼き尽くされると死んでしまうのじゃ。父さんも納得しているようで合ってた。でも父さん、毛量が乗り移っている死体を見極めるのは大変でしたよね。全部燃やしちゃえばいいんじゃっつってね。そうなんじゃ、わしと鬼太郎はそれで手間を取ってしまっての。すると砂掛けババアが間に入ってくる。見極めにくくてもええ、村に残っておる死体を残らず焼いてしまえばよいのじゃ。そうすれば毛量が別の死体に乗り移ることができなくなるし、貨車が魂を奪うこともできなくなる。死体も成仏できるじゃろうしな。なるほど、それはいい方法じゃ。そうですね父さん。じゃあカラスに頼んで鶴ベビを呼んできてもらいましょう。そうと決まったら急ぎましょうよ。猫も娘が流行る。僕は早速カラスを呼び寄せると、鶴ベビを呼んでくるように伝えた。カラスはゲゲの森の奥の方へと飛び立っていった。猫娘はカラスが飛び立っていく様を見ていた。私じっと待ってられないわ。私も鶴ベビを呼びに行ってくる。せっかちだな猫娘は。善は急げよ鬼太郎。あ、違う。猫娘はそう言って僕にウィンクすると外へ飛び出していった。キタロウだったね。少しの間静寂が訪れた。その静けさの中、粉木じじいが心配げに疑問を切り出した。じゃが死体を焼き出したら奴らが何か仕掛けてくるのではなかろうかの。みんな真剣な顔つきになる。それに貨車との直接対決のことも考えておかなければならんの。ノー。父さんが腕組みしながらそうつぶやく。あいつの持ち殺しには気をつけないといけませんね。持ち殺し？なんじゃそれは。なんかなんとなくね、このなんじゃのこのね、伸ばすやつのね、波からからってやつ、これを使うと粉気じじいっていう法則が分かった。今粉木じじいが問いかけてくる。持ち殺しは貨車の必殺技での。相手に餅を投げつけてくるんでしまって身動きできないように食ってしまうという技なんじゃよ。怖い。父さんが持ち殺しについて説明すると、ひゃー、なんちゅう恐ろしい技なんじゃ。粉木じじいは目を細めて身震いしている。もし食べられなかったとしても、餅にくるまれると窒息死することも考えられるの。砂掛けババアが恐ろしいことを言ってくる。はっ、そうか、墓場での原因不明の死体は餅殺しによるものなんだ。ほう、それでどの死体も苦悶の表情で死んでいたのかが分かったぞ。父さん、貨車の餅殺しに対抗するための手段はあるんですか。餅を使ったあんな恐ろしい攻撃に太刀打ちできる方法なんかあるのだろうか。それがあるのじゃよ。どんな方法なんだろう。ああ、目玉の親父殿、してその方法とは何じゃ。砂掛けババアが目を輝かせながら問うと、父さんは、逆餅殺しじゃよ。逆餅殺し。そうじゃ、わしらも餅を用意しておいて、こちらからも餅殺しを仕掛けるのじゃ。なるほど。なるほど、あやつの技を逆に利用するわけじゃな。砂掛けババアも納得したようだ。もうそれじゃ餅合戦だよね、ただの。これで毛量に対しても貨車に対しても対応策ができたわけだ。よし、だんだん事件解決への糸口が見えてきた。なんとかなりそうだ。ウバセ村の事件対策に湧き返るゲゲゲハウスとは打って変わって、外では相変わらず雪がしんしんと静かに降っていた。ウバセ村の事件も大変じゃが、ゲゲの森も異常じゃな。父さんが外の景色を見ながらそんなことを言った。確かに目玉の親父の言う通りじゃの。
ゲゲの森にこんな雪が積もるとはの。小泣き爺は寒そうに両肩をさすっている。父さん、ゲゲの森の降る雪の謎もいずれ調査しなくてはいけませんね。そうじゃの。ま、何にせよ今はウパステ村の事件解決が先決じゃがの。ゲゲゲの森に降る雪についてはみんな釈然としないようだ。猫娘が鶴瓶を呼びに行ってからしばらく時間が経った。父さん、それにしても猫娘遅いですね。ふーん、鶴瓶を迎えに行ってから随分と時間が経っておるの。猫娘は一体何をしているんだろう。ここから鶴瓶がいるところまではそんなに遠くないはずだ。お、僕たちがそうこうしていると鶴瓶がやってきた。鶴瓶は全身を炎に包まれた妖怪だ。よく見るとあの顔が映ってますね、下の方に。立ち上る炎はゆらゆらと揺れている。おう、おう、鶴瓶来たが。おや、お前一人だけか。ああ、砂掛けのわし一人じゃが、それはどうかしたのか。鶴瓶、猫娘が迎えに行ったはずなんじゃが、途中で会わなんだが。砂掛けババアが鶴瓶に尋ねると、猫娘会っておらんぞ。わしはカラスに呼ばれてきただけだ。え、鶴瓶は不思議そうに首をかしげた。おかしいの、猫娘も鶴瓶を呼びに行ったんじゃがの。父さんも首をかしげている。一抹の不安が僕の脳裏をかすめた。何かあったんだろうか。来たろう、ところで俺に何か用か。鶴瓶が問いかけてくる。僕はウバステ村でのことやこれからのことについて鶴瓶に話した。なるほど、それでこの俺の力が必要となったわけだな。お安い御用だ、この鶴瓶に任せておけ。頼むよ鶴瓶。彼の炎ならば確かにあの吹雪の中でも消えることはないだろう。それにしても猫娘が気になる。一体どうしたんだろう。父さん、猫娘はどこへ行ってしまったんでしょうね。ふん、気になるの。じゃがみんながここに残って待っている場合ではないぞ。わしらだけでも先に、あ、違う、わしらだけでも先に出かけるとするか。のう、来たろう。小泣きじじいは意を決したようだ。僕は父さんを伺った。来たろう、とりあえずお前たちは先に奪ってもらい行くのじゃ。わしは猫娘を待って後から追いかけるとしよう。父さんは後から来るんですね。来たろう、わしがおらんでも皆がお前についておる。今決めた通りに行動すれば間違いないはずじゃ。父さんはそう言うが、僕は少し不安だった。この前の奪って村では父さんが声をかけてくれたおかげで助かった場面がいくつもあった。父さんの助言なしで貨車や毛量に勝てるのだろうか。そんな不安を打ち消すように僕は立ち上がった。わかりました父さん。そしてみんなの方を振り返ると、みんな僕に力を貸してくれ。砂掛けババアたちも立ち上がって僕を待っていた。安心せい、この砂掛けのオーバーがついておるぞ。任しておくのじゃ。だんだん変わってきてるかもしれない。頑張るでごわす。燃えてきたぞ。みんなが僕を勇気づけてくれる。来たろう、しっかり頼んだぞ。父さんが激励を送ってくれる。僕はそれにうなずいて家を出た。